トトちゃんはどうですか、一番冷静に見てそうですけど、ぶっ飛んだメンバー。私、ルナちゃんかな。あ、言うと思った。ルナちゃん。あ、そうなの。ルナちゃんなんだ。言うと思った。なんで？いや、なんか一番手に負えないなと思ってるから。トトに手に負えない感出してきたの、ルナちゃんって。あの子手に負えなくない？マイクラの時とかすごかったけど。そう、なんかマイクラでさ、篠宮がさ、トトになんかいたずらしてたんだっけ。え、あ、そうなの？いたずらもしてたね。で、トトが無反応だったよ。そう、なんか、うん、初期かな、リスポーンした時に木切るじゃないですか、うん、その木を横から吸うみたいな、アイテムだけとか壊したブロック化したものをアイテムだけ吸うみたいなことをしてて、はい、知らなかった。それを私黙ってたんですよ、うん、別に何のリアクションもせずに、あ、なんか取ってるなみたいな、めんどくさいんかなみたいな。なんかそのちょっと後に、あの、え、でもトト先輩は気づかなかったですよみたいなことを言ってたから、いや、気づいてたけどそういう子なんだなって思ってたよって言ったら、へーみたいな反応された。変えられないから。え、なんか今のマイクラだったら分かりやすいと思うけどな。スキンって書いてあるから、ランチャーのとこに。あ、ランチャーで変えるのか。はい、ということでね、今日はどこまでいけるのかということをね、ちょっと皆さんに予想してほしいですね。はい、どこまでいけると思います今日。なんかもう、姉さん笑ってない？ファイト。やばい。まあ、メンバーがメンバーだから。まあ、あいついないじゃん。おい、お前。お前。ただいま。ファイトたちも始まってる。お前。バレないと思ったか？ただいま。ちょっといいよ。かがなずなさん。ん？篠宮ルナというね、うん、クソガキがね、今ね、うん、私が掘ってる真横に来て、いや、それ掘った木をパクろうとしてました。いや、それやられました、私も被害者です。あのね、やっぱもベニみたいな女だな。マジで第二のベニちゃんなんだけど、ほんまに。でもさっき小原先輩にやったけど、木一本分バレなかったでしょ。そういえばさ、いや、もしかしたら小原先輩言ったんだけど、あー、なるほどね。そういう子なんだなって思って。そういう子やな。その両親にそんなこと思わせちゃった。あ、この子はそういう子をするタイプの子か、ふんふんふんみたいな。もうダメや。一番見放されてるって。え、とか、ブイスさ、いや、怖かったよ、普通に。ちょっとそれ怖かったよ。え、でも、思わない？いや、わかる？みんな。トトに、そういうことやる子がいることにちょっと感動した。トトがトトいじられる、いじられるポジションに。トトにそういうのって結構誰もしないよね。そうね。確かに。他のメンバーはもうちょっと、ね、いじりやすそうだし、あ、こういう反応をするだろうなって、うん、多分期待を持ったいじり方ができるけど、冷静なトトちゃんにそれをやり続けたっていう。確かにやばいかもしれん、あいつ。そう考えたらトトにやってんのは。確かに。あの、彼女多分怖いものがないんですよ。なんかもうちょっとふわっとしてる方かなと思ってたんですよ。いつもこう おっとりしながら、へへへへってこう話しながら。見た目と声だけっすね。見た目と声だけ。性格は真逆と。だから、こうだな。え、嫌い？もしかして嫌いだな、これ。いや。いや、素敵な方だと思いますよ。刺しに行ったな、これ。メンバーからは、クソガキ扱いされてますね。クソガキ扱い。うん。まあ、てか、クソガキっすね。クソガキなんで。ね、妹感あるよね。そうですね。ああ、可愛いんだね。小学生みたいな感じで、みんな見てます、うん。そこら辺で公園で遊んでる小学生みたいな。うちら保護者まあでも本当に後輩感あっていいですね、そういうところね。